はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛りプレイは、早技なしショットガンジャンプ禁止縛りということで、やっていきましょうか。早技というパークが使えなくなるのと、ショットガンメイン武器ショットガンのみの、ジャンプ禁止。まあ、今作はね、ブーストジャンプ使って上からショットガンでパンパン撃っていくっていうのが結構主流な形ではなるんですけど、今回それが禁止なんて、まあ、純粋に立ち回り、こちらを重視してやっていこうかなと思います。まあ、ショットガンのね、武器の指定は特になかったんで、まあ、ショットガン最強のブレッジを使ってやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、こいつショットガンなのかっていう話なんですけど、まあ、ショットガンなんでやっていきますね。さーてと、まあ、ジャンプ禁止なんでちょっとね、まあ、自分のタクティカルスバンパージャンパータクティカルの意味がなくなってしまうということで、ちょっと待てよ、ここ開幕行きたいんですよね。開幕行けたらいいんだけど、見つかるなよ、見つかるなよ、来ん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 なよ。そうですね、ジャンプ禁止だから柵も乗り越えれないというわけですね。そう、こういうところもジャンプできないと。そう、バレないように立ち回っていきたらいいなって思うよね。うん、ジャンプ禁止って地味につらいな。ジャンプ禁止って結構つらくない？割と思ったけど、今普通にうん、いけるやろうと思ったけど全然いけねえわ。やべやべ、どっから来る？こっちか。オッケー。さーてと、これどうしよう、どっから行こう。これ外周から行くか。これちょっと見つかりそうやけど、見つかった？見つかってはないね。よしよし、じゃあこのまま下ぐーっと回っていってと思って、後ろ確認、後ろ。オッケー、危なかった。まあ、後つけられてるだろうなとは思ってた、正直。まあ、そこでもどうやって切り返そうかなと思ったけど、まあなんとかなったかな。来るかな。 OK、 いるなあ、そこ。ゴルゴン使い任せるぜ。お前はいいよな、ジャンプできるから。俺できねえんだよ今回。さーて、ここ、まあ、敵が撃つ、敵が見つかりやすい、敵に見つかりやすい場所ばっか動くな俺。よし、トラッカーがあってよかった。飛ぶか。よし、届くんだね。いるな。どっちだ。あ、そこか。トラッカーに惑わされたんだが、こっち見てきてもいいんやけどな。来るね、これ。オッケー。オッケー。いたいたいた。UAV は問題ない。UAV はむしろ OK って感じ。早技がなくてもね、なんとかなると思うんだよね。あった方がいいけど、もちろん。いるな。うっそー、ここの部屋の中とか。まあまあ、気づかんわな。あー、ここのロングまた行くの嫌だな。ほら、いるよね。いるよね。わかるもんね。オッケー。今のラッキーだった。やべえ、マジ、ちょっとショットガン立ち回りにくいや、ここ。おお、どうしようかな、これ裏から行こうかな、これ。オッケー。LG いるな。これは惜しい。オッケー。逃げろ逃げろ逃げろ。よしよしよし、逃げた逃げた。逃げ切ったぞ、今の。あえてこっから行くという。オッケー。ゴルゴンかー。ダメだ、これは。これはちょっとどうしよう。ちょっとセルフキル、セルフキル。これはまずい。パンチ。ちょっと縛りに反するんでね。ちょっとここは申し訳ない。素手でいくしかなかった、今の。セルフキルか素手でいくしかなかったな。赤には早、赤、赤盾で、赤盾入りたかったけど。それも許してくんない。あれ追いかけれるか、俺。なんとか間に合わんかったけど。危ねえ、白番。うわ、白番にもいる、こっちにもいる。わあ、やべえ、ハーフポー下がりや。どうしよう。オッケー、ちょ、リロード挟んで。バレたかな、バレてるね。オッケー。だあ、まだいる。うわあ、挟み撃ち。ダメだこりゃ。全然勝てる気せんひんも。いやー、ちょっとショットガンで、まあマップもあるけど、ここでブーストだ、ブーストジャンプ、ジャンプ禁止は辛いね。
ちょっと立ち回り結構考えたんですけどダメみたいですね。やっぱブレッジが強いわ。はい、ということで、縛りリクエストありがとうございました。リクエストに関してはツイッターや動画コメント欄にて気軽に募集しておりますので、もしよければね、気軽にお声をかけてください。もしかしたらあなたのリクエストが動画になるかもしれません。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。